はいえー、とでなぜ純同型っていうものを考えるかっていうとあの2つの群が同じであるかどうかっていうのはあの同型であるつまり集合として一対一に対応していて円算が対応してるんだったら、まあ、同じものと見なしていい,いいのではないかっていうそういうことであの同型とか考えるわけですね。で、えー、と純同型 <laughs> ではないけれども、まあ、純同型があれば 何らかの情報が G か H にもたら,もたらされるわけだからあのそれを順同型というふうに言うわけですね。はいえー、ともう順同型の例もやりませんけれども、えー、と順同型の例はだから表現これから表現をやるので表現が順同型の例,例なんですね。はいえー、とそれであのようやっとそそうかそれで、えー、と V を、えー、と C 上のベクトル空間 空間とする、えー、ときに GLV というのを GLV、えー、というのを V から V への、えー、と線形写像で全単車言ってなかったですね全単射っていうのは1一対1一に対応するものつまり えっとごめんなさい、えー、っと前端者っていうのはこ,うこっちが、えー、っと2つの集合の間の写像があった、えー、っときに逆写像が存在するものつまり、えー、っと2つの弦が同じ弦に行くことがないとかこっちの弦はすべてこちらから来ているとかあのそういう条件が成り立っている、えー、っときに前端者であると言いますで前端者だったらあの逆写像が存在すると。 えっとそういう性質があります。はいえっ、ー、と前転射、えー、同じことですけど逆射像が存在と逆射像が存在。はいそれでえっ、ー、とここですけどえっ、ー、と GLV とは何かというとえっ、ー、と V から V への線形射像であって 連携像で、えー、と P は全単、えー、車、まあ、同型ですね、えー、そういうものを GLV、えー、と, GL と、えー、そういうもの全体を GLV と書くことにします、えー、とこれは群です、えー、と合成に関して関して群と。 えっと、v があのこ,れこれ自身はあの V があの無限次元であっても定義はできるんですけれども、えっと、V が N 次元ベクトル空間だったら、えっと、GLV は、まあ、あ,のある意味、えっと、これ同型という意味ですけどこれ同型という意味ですけど、えっと、GLNC、えっと と n かける n 行列で生息であるようなもの全体、と Cn から c n への線形射像っていうのは n かける n 行列で得られるわけですね。で、とそれが全単射っていうのはその行列が生息行列であるということと同値ですから、えっとこれはあの規定を取ることによって、えっと GLnc と同じ群であるというふうに見なせるわけです。で、えっとこれでようやっと 軍の,の表現が定義できるんですけどはいそれで軍の表現が定義できるんですけれどもえっと G を軍としますえっとそれでえっと V をえっと C 上のベクトル空間 ととするきに、えー、と G の V 乗の表現とはえっ、ー、と順道形、えー、と順同形、えー、順道形、えー、と G から GLV への順同形を G の V 乗の表現という。 というとはい、で、えー、と V が有限次元だったら有限次元表現とか V が無限次元だったら無限次元表現とかあのそんなふうに言うわけですね。はいえー、とようやっとこの授業の本題である <laughs> あの表現を定義できました。 で表現簡単な表現なんですけど表現の例を一つくらいはやりましょうかまあこれからあの表現論をやるわけですけどまあ例をとりあえず一つだけやっておきますえー、っとまああの可換なんで非常にあの優しい例なんだけどえー、っと G を C バスとしてえー、つまりゼロでない複素数全体で V を えっと三次元ベクトル空間 x1x2x3 でえっ、ー、と x1x2x3 は複素数とまああのこれあの C3 とかってこう書きますよねえっ、ー、と列ベクトルの全体をあの v としますでえっ、ー、とこの時にえっ、ー、とこの G の弦を a と表したときにえっ、ー、と G かける v の弦 a まあこれを X と書いて X に対してえと次のようなえと弦を対応させることにしましょう。AX1X2A X3 インバース X とえーこれ V の弦になりますけれどもこういうふうに対応させると,えとこれあの逆写像存在するんですよね。元に戻すにはどうしたらいいかっていうとここに A インバースをかけて。 これは何もしないでこれに A をかければ元に戻りますからこれえっとこの写像は A を固定すればえっとこの写像っていうのは GL3 の 3×3 GL の生則行列で表せます。だからどういうふうになっているかというと AX1X2A インバース X3 というのは A1A インバース000000で x1x2x3 と,とこうなっていますからあの規定をとって考えるとこれはどういう写像を考えているかというと G の弦 A に対して A1A インバースというこういう GL3C の弦を考えていると,えとこういうことに対応しているわけですね。 でえー、とこれは正則、えー、行列です、えー、と A が0でなければこれあの逆,逆行列は A インバース 1A っていうふうになりますからこれ正則行列であの積を保っているってことはまあほとんど明らかなんだけど、えー、と積を保っているってことはほとんど明らかなんだけど。 えっと、A と B が C バスの弦だったらえっと A1A A インバースと B1B B インバースっていうのは AB1AB AB インバースとこういうふうになってますから、えっと、行った先での積は先に積を作っておいて行,っいあの行くのと同じことですよね。 だから、順動計になっているわけです。えー、と時間がもうちょっと、はい、だから、これ、順動計で、えー、とこれはあの,の表現になっているわけです。はい